やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。マシュマロ職人、結構やっぱりあれだね、定番リスト、定番の投稿者が増えてきていいね。相談とかはなんか DM とかの方がいいね。マシュマロに相談送られても俺どうすればいいのって感じじゃん。俺別にそれ返信できないしね。でも本当にこれはね、あれだわ、 VTuber のみんながね、マシュマロ配信とかやめるのがわかるわ。匿名で掲示板を開いとくって多分これ危険だなって思う。俺とか本当に全然来ないんだけど、やろうと思えばアンチコメントとか直接その人に絶対届くやん。これってツイッターに書くとかよりも当人に絶対目に行ってしまうんだよね。あとセクハラもやばそう。アンチコメント来るよ。でも俺多分めっちゃ少ない方だと思う。俺のこと嫌いな人って多分たくさんいるよ。変わったことしてるから、モデルしようとかさ、その人たちが書かないのって別に俺が何も思わないって分かってるからだと思う。アンチは聞きそうな人はやぶと思うよ。単純に反応したくなっちゃう人がいるからな。女の子が結構聞いてるイメージがある。女の子は聞いてるイメージあるっていうか、女の子、VTuber とかじゃなくて、グラビアとかやってる人が、コスプレイヤーとか。あれ、俺ね、聞いちゃってんじゃないと思う。男の想像を絶する以上の数が来てるんだと思う。粘着度合いが尋常じゃないなと思う。反論しがちっていうか、気持ち悪すぎる説がある。多分女性って男の俺たちが思ってる以上に結構普段不自由な生活してて、男は想像しえないからなんかあの女とか言いたくなんだろうな。男は想像ができないもん。俺もできない。女の子がされてるその陰湿なこと具合って。逆にそれをなんか言ってる人たちって勇者なんだよね。コスプレイヤーとかさ、特になんかそのおっさんたち相手に商売してるから、おっさんたち相手に商売してるって分かりながらなんかその物申してるからさ、勇者だよね。俺たちはよくやったって言うべきだなと思うよ。なんかあの女メンタルやられて言っちゃってんな、言わん方がいいのになじゃなくて、お言ってんじゃん、頑張ってんじゃん、の方が。そう、俺も最近それマジで思った。ネタってのは分かってるけど、あのなんか最近さ、ナミのコスプレしてる子、本田望結のツイッターのさ、リプランやばくね？あれ、なんで米リプラン閉鎖してんだよ。閉鎖したら閉鎖したい、なんか言われるからだよ。2時間後にまた遊びに来ますの。ガチ謎。めっちゃ謎でおもろい。はい、おかず決定しました。これ、やばくね？マジで。本人のツイートにリプしてんだぜ。僕のあそこも出向してしまうって。おじさんの息子も出向しちゃった。俺の望み、頑張れ。ガチやばい。ガッ、やって、予想以上だね。えっく！すげえ。こいつはやばい。こいつはちょっとやばいな。別に全然露出高くないけどな、これ。全然露出高くないけど。おひさです。おひさ、夜、今夜はこれにするね。のぞみちゃんデートしたい。やばいってやばいってこれ許していいの？消した方がよくない？マネージャーが。これやばいって。そりゃ言いたくなるわ。そりゃ言いたくなるわ。で、こいつらあれだろ？結婚したら切れんだろ？おめえみてえな奴ら相手にしたらねえじゃん。何言ってんだこいつら。やばい、もう見ちまった。でも、これね、難しいところで、キモい人たちがちゃんとファンなんだよ、これって。で、これを閉鎖としたとするじゃん。で、意見が分かれるじゃん。気持ち悪かったんだから当たり前だよなーっていう人たちって、ファンじゃねえのよ。別に。それがむずい。まあ、あと、ツイッターのなんかネタみたいになってんのもかわいそうだね、これ。なんか、セクハラコメントするのがちょっとネタで面白いと思ってる層に捕まってるのも良くないね、これ。まあ、最初の方多分ちょっと面白がっちゃったんだろうな。本田望結ちゃんだっけも。バズるしで。最初の方に、
あの対応しておいたらこうなんないから。LGL のコメント欄と一緒。流れがどうなのか分かんないけど、最初なんか、なんでもそうなんだけど、おもろい皮肉とかが言って、それがバズってんのに、それがなんかおもんないやつがただの暴言を言って、なんかおもんないやつらが集まっていって、おもろいやつがどっか行くんだよな。なんかおもんないやつだけが残るっていう、地獄が出来上がる。なんでニコチンが出てくんだよ。あ、でもね、俺この前ね、焼肉屋さんかどっかでタバコを吸わせてもらったんだよね。なんかちょっと美味しいって感じたの。だからやめた。危なかった。最近やばいんだよなー。なんか、ってかなんなかったの。やばい、俺タバコさんハマりそうだと思って、もうマジ実践して。俺最近やばいのが、今日ね、ソードアートオンラインのパチンコが始まったんだって。ちょっと行きたいと思っちゃったんだよね。やばい。あの音は聞きたいもん。パララ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 ラあんなダメだったね。何でも行きたくなってんの。いや、行かない。俺は行かない。どういう流れでダボスったの？いや、俺の前喫煙者多いんだよね。ゲーマーって多分多いんだろうね。喫煙者。金 TV も吸うじゃん。金 TV も。結構ね、なんていうの、周りに吸う人が多いから、待ち時間が発生するんだよ、よく。そんないいんだと思うよね。俺逆に意外だったのがさ、おぼが吸ってねえの。お前、その顔は吸えよと思ったけど。あいつらタバコ長いっすねーとか言って、後ろから出てきて、お前吸ってねんかいと思って。お前は吸っとけ。めっちゃ吸ってそうだな。タバコはちょっと、うまいとまでは感じなかったんだけど、別に吸っていいかなと思ってしまったんだよね。前まではすごい拒否反応があったんだけど、だからもう、試しでも吸わないことにした。最近もうなんかさ、金 TV のアイコスをよく嗅ぐからさ、電子タバコの匂い別に嫌な匂いじゃなくなってきたんだよね。前までくっせえなの、この甘ったりだりーな、なんだこの匂いと思ってたんだけど。周りに多すぎて、喫煙者が最近あんま思わなってきたんだよ。C 社って別に変わらんでしょ？ C 社ハマったら別にタバコも吸うくね？ C 社吸ってる女嫌い。今 C 社吸ってる女拒絶すると結構絞られちゃうからやめた方がいいよ。結構女の人 C 社好きよ。なんかお前ら、ないの？他に。俺は何中毒だみたいなのないの？オナニー中毒以外になんか自分の何中毒言ってみてよ。指一生鳴らしちゃうは中毒じゃねえよ。俺もそういう時期あったけど、あれ中毒じゃないからね。マジダサいからやめた方がいいよ。俺がそれ、俺指一生鳴らしちゃえばのやつ、俺中学の時やってさ、指パッチにハマって俺ずっと鳴らしてたの、こうやって。バス開く時鳴らしてたからね。俺のこれで開いてると思ったから。マジやめた方がいいぞ。ダセーから。やって、ポキポキ鳴らそう。俺ちょっとはずい。一人で盛り上がっちゃったじゃん。ダサいの俺だけ？こっちじゃないの？俺だけやん。怖っ。砂糖依存症はね、あるだろうね。あれでしょお前。風呂上がった後アイス食いたくなるだろう。もう飯を食ったしょっぱい後絶対なんかデザート食わないと気すまんやろ。もうそれ脳みそにインプットされちゃってるからね。俺もそうだったよ。俺なんかその脳みそに紐づくかどうかだから、俺もうね、一時期映画を見るイコール甘いものだったから、もう紐づいちゃって甘いものを食べないと映画見れなくなっちゃった。そう、お前らよくこれ定期的な話なんだけど、お前らお風呂の時おしっこすんのも、子供の時の名残が残ってるから、お風呂イコールおしっこっていう、その、もう脳みそが紐づいちゃってて、やめられなくなってんのよ。それと一緒よ。すべては紐づけだから、これ。マジでいるらしいか、俺、ま、信じらんなかったもん。中毒は怖えよ、マジで。マジで中毒怖えよ。